こんにちは、本格チャンネルのサムです。今回は前野隆さんが書かれた幸せに働くための30の習慣という本を解説します。今回の目次は以下の通りです。1、幸せに生きるために必要な習慣。2、幸せに働くために個人ができる習慣。3、幸せに働くためにチームができる習慣という順番で解説していきます。実は幸せの研究というのは1980年代から世界中の心理学者によって行われてきました。その結果、どんな人が幸せなのかというのはかなり詳細に分かってきています。著者の研究結果によると、幸せな人というのは、やってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままに、この4つの因子が強い人です。本書は幸せに関する厳選した30項目を掲載した本です。幸せな働き方と幸せな生き方を身につけることができるのでおすすめの本です。というわけで、1、幸せに生きるために必要な習慣。この章では2つのポイント、職場の飲み会ではしゃいでみる、仕事と自宅以外で過ごす時間を持つというポイントを解説します。自己開示をすると幸せになれるという研究があるのをご存知でしょうか。わーっと泣いたら惹かれるかな、はしゃぎすぎたら幼稚だと思われるかも、このようについ周りの目を気にしてしまう人は多いものです。しかし研究結果を見てみると、そこを乗り越えて素直な自分をさらけ出した方が幸福度は上がることが分かっています。やってみたい、いいなと思っているのに我慢していることはありませんか。心当たりがある人は思い切って小さなことからやってみてください。例えば写真を撮ってもらうとき、楽しそうな人のポーズを真似してみるのもいいと思います。流行りのポーズでもいいです。少しでもやりたい気持ちがあれば一緒にやってみましょう。きっと楽しいはずです。大切なのはその場の雰囲気に染まって一緒に楽しんだり悲しんだりする姿勢なので、つい感情を抑えてしまう人は素直に泣いたり笑ったりしてみてはどうでしょうか。その空間にどっぷり使って満喫した方が幸福度は上がります。キャラじゃないからと思っている人も心配はいりません。例えばそれまでおとなしかった人が感情をあらわにして普段やらない行動をしたら周りは驚くかもしれません。しかし最初の1回を乗り越えれば、そういう1年もあるんだなと周りの人はすぐに慣れていきます。だからこそ感情を素直に表に出し、時には爆発させましょう。素直な自分を思い切り出すことは幸せいるためにとても大切なことです。では続いて2つ目のポイント、仕事と自宅以外で過ごす時間を持つ。私たちが幸せであるためには自分を理解する必要があります。自分のことが分かっていれば、これをやれば今の自分は幸せでいられるなというものが分かるからです。ただ難点もあります。それは自己理解を深めるには時間がかかるということです。簡単なことではないので、まずは自分を理解しようという姿勢を持ちましょう。その上で自分を知るための手段として有効なのが多様な経験をすることです。人は経験から学びますが、同じ環境で同じような仕事をしているとどうしても慣れが生じ、新しい経験や学びは減っていきます。だからこそ普段とは違う世界に身を置いて刺激を得ることで自分の新たな一面を見つけることにつながります。多様な経験を積みながら、なぜこれが楽しいのか、なぜこれをやりたいのか、なぜこれはうまくいったのかと自分に対するなぜを繰り返し問い、自分を深く掘り下げていきましょう。そうやって自分はどういう人間なのか、自分は何がしたいのかを突き詰めていった先にある根源的な生きがいこそが自分軸です。自分軸と仕事の関連性が高いほど幸せに働くことができます。もちろん今は自分軸がわからないという人もたくさんいるはずです。これを気にする必要はありません。まだ探している最中なんだくらいに考えましょう。自分がどういう人か、何をしたいかわからないのは自然なことなので、受け止めて自分を探る方向に切り替えるのが得策です。では続いて2、幸せに働くために個人ができる習慣。この章では2つのポイント、なぜこの仕事がしたかったんだっけを問い直す、成長と貢献を意識した目標を自分で決めるというポイントを解説します。まず1つ目のポイント、なぜこの仕事がしたかったんだっけを問い直す。幸せに働く上で非常に重要なのが主体性です。人から言われた通りに働いている状態はあまり幸せとは言えません。もしノルマや数字、与えられた仕事に追われて辛くなってしまっているのであれば、初心に立ち返りましょう。例としてドラッカーの著書マネジメントに載っている3人の石切り職人の話を少し脚色して紹介します。まず登場人物の1人目はお金を稼ぐために石切り職人をやっています。やる気はないけれど勉強してこなかった自分には石を切るくらいしかできないと考えている人物です。2人目は誰よりもいい仕事をするために石切り職人をしています。スキルアップして石をまっすぐに切ることをモチベーションに技術を磨いています。3人目は先々に残る教会を作るために石切り職人をしています。自分が切った石が教会の土台となり、それが500年先まで残り続けて自分の子孫をも幸せにするという思いの持ち主です。このように同じ石を切るという仕事でも仕事の向き合い方には差があります。おそらく想像の通りかと思いますが、この3人の中で幸福度が最も高いのは3人目の石切り職人です。自分がやっていることが回り回って世の中の役に立つことを想像しながら働いています。
二人目も成長欲があり幸せそうですが、一人目は視野が狭くやる気もないので不幸せそうです。実際視野が広い人は幸せだという研究結果もあり、なぜ自分はこの仕事をしているのかという動機の深みが増すほど仕事に対する主体性は増していきます。もちろんこれは全ての仕事に通じる話です。また実は主体性を持つというのは私たちが幼少期の頃から始まっています。私たちは学生の頃から進学先や就職先など何をやるか選んできました。もし今の自分がやりたいことをやっていないと感じるのであれば、厳しい言い方になりますが、それは人生の一つ一つの選択と真摯に向き合っておらず、これまでの人生の本気度が足りなかったとも言えます。残念ながら日本は主体性を持たなくてもエスカレーターのように人生を進めることができてしまう面もあります。そんな社会の中で個人が主体性を持つ最初の一歩は、自分がワクワクするものに着目することです。自分がときめくことを選択しているかを自分に問いかけてみてください。社会人になった時、今の会社に入った時、今の仕事を始めた時、それぞれのタイミングで何にワクワクしましたか。そこをよく考えてみると自分の心が躍るポイントが見えてくるのではないかと思います。では続いて2つ目のポイント、成長と貢献を意識した目標を自分で決める。幸せに働くためには会社から与えられた目標とは別に自分で決めた目標を持つことが大事です。多くの会社では目標は与えられるものですが、幸せな会社に注目してみると目標は自分で決めようというスタンスであることが多いです。実は目標を自分で決めることは幸福度を高める上では重要になります。自分で決めるからこそ責任感も生まれますし、達成に向けて主体的に考え努力もできます。結果成果にもつながりやすいわけです。ですので会社から与えられた目標だとしても、この力を伸ばそう、こういうスタンスでお客さんと接しようなど、自分で決められる範囲の目標を自分で設定できるといいでしょう。そしてその際に意識したいのが自己成長と他者貢献です。パーソナル総合研究所と共同で行った働く人の幸福学プロジェクトでは、仕事の何が幸せに影響するかを調査しています。その結果、幸せとの相関が最も高いのは自己成長と他者貢献の2つであることが分かりました。これはいわば幸せに働くための究極の要素だと言えます。ここで言う自己成長とは、スキルの成長と人間としての成長を指します。そしてもう一つの要素である他者貢献は、目の前の人に喜んでもらいたいという思いです。その思いがモチベーションにつながります。成長と貢献が幸せとの相関が最も高いと聞くと綺麗事だと感じるかもしれませんが、実はその実態と個人の感じ方にはギャップがあります。どういうことかというと、ビジネスパーソンに仕事の何が幸せに影響するかと聞いた結果、ハラスメントがないこと、リフレッシュ不足でないこと、ストレスがないことという3トップでした。要するに職場環境にマイナス要素がないことが幸せだと思っている人が多いということです。もちろん職場環境は大事です。ただそう回答した人は今の職場にあるマイナス要素に目が向いている状態でしょう。世の中の役に立つことは幸せなことであり、せっかく働くならそういう仕事がしたいというのは多くの人が望むことですが、それを真に実感するのはそう簡単ではないかもしれません。ですのでできれば楽しみながら成長と貢献を目指していきましょう。では続いて3、幸せに働くためにチームができる習慣。この章では2つのポイント、チームで理念や目標を意識する時間を設ける、どちらが幸せかという判断軸を持つというポイントを解説します。まず1つ目のポイント、チームで理念や目標を意識する時間を設ける。先ほども言ったように視野が広い人は幸せだという研究結果があります。会社にとって社員が大きな視野で一丸となれるものは理念です。事実理念が浸透している会社の幸福度は高い傾向にあります。近年ではミッションやビジョン、バリューなどを重視する企業も増えていますが、これらを現場にきちんと浸透させることが重要です。実際チームの目標や動きを共有しているチームは多いと思います。しかし会社の理念や方向性にまでは意識が及んでいないことがほとんどです。当たり前ですが社員はロボットではありません。何をやるかばかりシェアしても、なぜやるかが腑に落ちなければやる気はなかなか起きないでしょう。チームの目標達成のためにだけでなく、それによってお客さんが幸せになる、世の中に役立つというところまで理解するからこそ仕事の意義が見出せます。では続いて2つ目のポイント、どちらが幸せかという判断軸を持つ。もちろん会社として幸せな経営をするために取り組みをする必要はあります。しかし実際に会社を変えるのは現場で働く社員です。一人一人が幸せに働いて幸せなチームを作ることで会社全体が良くなっていきます。つまり幸せを第一に考えれば全てうまくいくというシンプルな話です。幸せに働くを起点に働き方改革、健康経営、人的資本経営を行いましょう。あらゆる場面においてこれはみんなの幸せのためなのかという幸せファーストの視点を持つことが必要です。幸せの価値観は多様で、幸せのために何をすべきかといった考え方も個人や立場によって変わります。そのため幸せについて考えることは常に広い視野を持ち、
根本的な議論をすることにもつながるわけです。幸せは主観的なものなので、あなたは幸せに働けていますかを問い続けていれば、幸福度を測るのも容易になります。企業である以上、利益の追求は不可欠です。ただそれに優先して、何が幸せかという指標を持つべきでしょう。利益ファーストから幸せファーストへ意識と行動を変えてください。事業戦略に基づく判断と比べて、幸せを軸とした判断は当事者意識を持ちやすく、仕事を自分ごとしやすい効果もあります。社員が幸せであれば会社の利益が多いという研究結果もあるくらいなので、幸せファーストは利益にもつながると言えるわけです。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. 幸せに生きるために必要な習慣。職場の飲み会ではしゃいでみる。仕事と自宅以外で過ごす時間を持つ。 2. 幸せに働くために個人ができる習慣。なぜこの仕事がしたかったんだっけを問い直す。成長と貢献を意識した目標を自分で決める。 3. 幸せに働くためにチームができる習慣。チームで理念や目標を意識する時間を設ける。どちらが幸せかという判断軸を持つ、という順番で解説しました。今回紹介した本、幸せに働くための30の習慣について、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。